引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオこんばんは水野明子ですえ今日は早速こちらのニュースからお伝えしてまいりましょう上田孝之アナウンサーですこんばんはこんばんは、ま、よろしくお願いします,ししますえ東京の築地市場の移転先となる江東区の豊洲市場で 土壌汚染対策の盛り土、これが一部で行われていなかった問題について東京都の小池知事は今日いきさつを早急に調査するよう幹部職員らに指示しました、はい、この問題なんですがまず築地市場の移転先となる豊洲市場これがガス工場の跡地で敷地内の土壌から環境基準を大幅に上回る有害物質が検出されていました。 東京都はおよそ850億円をかけて豊洲市場の土壌の入れ替え工事を行って敷地全体に高さ4.5メートルの盛り土をしたと説明していました、はい、豊洲市場の主な施設はすでに完成しているんですけれども実際には主要な建物の地盤部分には盛り土が行われていませんで、はい、建物の下が空洞になっていることが明らかになりました、はい この問題について小池知事は今日東京都の副知事や中央卸売市場を担当する幹部らを集めて都庁にとって重大局面だと述べて一連のいきさつを調査・検証するよう指示しました。はい 小池知事はまた2008年に土壌汚染対策の報告書をまとめた専門家による会議を再開させる方針も示しましたはい、今日はですねこの問題でずっと取材を続けていらっしゃる TBS ラジオ記者の崎山俊也さんにお電話して伺います崎山さんこんばんはよろしくお願いしますまあ今回の流れをどんなふうに崎山さんは見てらっしゃいますか そうですね、実は前からまあ私はあのオリンピックに向けては絶対にそのオリンピックはいつやるから決まってるんだからということで、はい、それに向けて無理な日程でいろんなことを行ったりやたらまあ金を使いすぎたりということがまあ起きるであろうと予想はしていて、工事以上もその一つだったんですけれども、はい、ただ、まさかその工事でその我々も全部 まだ見せてもらえていないんですねトヨスの市場というのは、うん、で見てないんですけれどもまさかホームページとかにまで掲載してある土壌汚染の対策の盛度というのが<ー>実は全然やってないというのはさすがにちょっとびっくりしましたね建物の下が空洞になっているというのはそうです、ね、本当にショッキングですねそうですねまあ一応その空洞まあ何もないわけではなくて配管とかが若干あるんですけれども、うんはい ただとにかくその言ってることと違うと、違うものができてるっていうのは、そういうことがちょっと、この4、5年、全く誰もチェックできなかったっていうのがですね、ちょっと。 でもこの後に及んでこういうことが出てくるんじゃないかと逆に思ってたんですねそもそもね、はい、これ築地市場の移転の時期を急いでいるというのは、はい、まあ今おっしゃったオリンピックを控えてるからですけれども、えー、このオリンピックで使うための道路を作るために移転が必要なんだっていう話ですよね。もも、はいはいえー、もともと道路の計画も、えー の移転の計画もバラバラにあったわけなんですね、はあえー。で、築地の移転はもう20年以上前から移転なのか。 そこにあったままで少しずつ補修して使うのかと意見が分かれてたんで,すけれど、うん、でそれは老朽化してるからっていうことでしたねもともね老朽化してるからとは、はい、でところがそれが2008年ぐらいになって本格的に移転と決まった段階では実はまだオリンピックは決まってないんですね、はい、<laughs> まだオリンピックは決まる67年前でして、うん、でもう築地のほうは淡々とつあの続いていたところに工事がそこに、うん、あのそこを 築地の,その実は場所もですね、<え>あの道路を通すとよく言いますけれども、はい、築地のあったところの地下を通すんですね、本当は。<う>で、上は実はまだ使い道決まってないんですよ、何にするのか。はい、何にするのか全くん、ね。決まってないのに、はい、移転だけ急いでるんですか。で,すで,すで、それはだから、その下に道路を通すからと。 だから、まあ、これはいかに逆算すると、うん、今年の11月7日には豊洲に移らないとだめだと <laughs> いうことが急にこの2年間ぐらいで話が出てきたわけなんです、ね、そういういですか、はいはい、だけどこの道路はなかったらオリンピックが、はい、まあできないぐらいのそんな意味のある道路を作ろうとしてるんですかいやそんな はないと思いますけれどもどのぐらいの意味のあるものなんですか私土地感がないからわからないんですよいやその別に横にそれる道路はいくらでもありますからあとまあその地下鉄とかの公共交通機関もありますから、うん、その道路がないとできないことはないですねだいぶじゃあだいぶ例えば渋滞するとか、まあ、選手の皆さんが困るとか、うん、トラブルにつながるんですかなければ選手の皆さんとか、うん、お客さんはどういうふうに運ぶかすらまだ実は はっっきり決まってないんですねそうなんですか。えー、というのは、そっちの方向に、一時期は例えば電車、地下鉄、あるいは路面電車的なものを引いたらどうかとか、うん、あるいはそのバスだけれども、専用の,その通行路を確保したバスを走らせようと。 そういうふうにやろうじゃないかって話もいっぱい出てるんですけれども、まだ最終的にこうしようというのは出て、ね、出ていないんですよ、はあえー。なのでまだそれはこれからなんです。ただどちらかと,いうと道路を先に作りましょうと広い道路が三本ぐらいあった方がその競技場のある地区にですね、うん、まあいいでしょうということの言われているうちの一本なんですね。それがなんかものすごく規定路線のようにね、えー、あの強く聞こえてくるのはどうしてなんですか。 それはだからオリンピックのためにはというその言うあ、まあ、なんていうか枕言葉をつけると、はあ、あそうしなきゃいけないになっちゃうからじゃないですかね。はあ <laughs>、えー、でもどれだけあの意味のあるものを作るかだってオリンピックって永遠にあるわけじゃなくて、えー、2週間いなでですすか、はい、そうなんですよだから例えばその道路とか公共交通機関とかも、はい、オリンピックの時に来る人に合わせて作ってしまうと、うん、その後に果たして。 普通になったときに、普通の状態になったときに、果たして使いやすいものになるかどうかっていうのは、非常に疑問なんですよね、その辺は、つまり、普通にの人口の時人の流れの時に使いにも使いやすいようにしとかないと、ドバっと人がお押し寄せた時だけに使いやすい交通機関とか道路の在り方にしてしまうと、後で困るということは当然ありえると思います、それは。はい そこの検証はまだ十分ではないということです、ね。検証というか、まあ誰も検証をあまりしてないですよね。検証どころかね。<laughs> はい、そういうことをやってる方つまりその競技場が使いやすいかとかいろんなことをやってる方いますけど、は私はちょっと知り合いにあのこちらの大学の先生で、うん、そのスポーツの大きなイベントが街をどう変えてきたかみたいな。 あの分野をやってる方いらっしゃるんですけど、えー、私みたいいな分野はいませんんからねほとんどとど <laughs> そうかその後の使い勝手の話ね、えー、住民の皆さんにとってどういう意味を持つものかっていうところは非常に大切なんですがこれ道路以外にもやっぱりこのオリンピックだからということで進められてるものって他にもあるんですか、はい、あ例えば私があの大阪関西方面でも、まあ、見たことがある方いっぱいいらっしゃると思いますけど、えー、原宿の駅。 JR のの山手線のあなんか雰囲気いいですよね、はい、あの木造の,あの実はあの東京都内で最も古い木造駅舎ああで、まあ、非常にメル、まあ、ちょっと若干メルヘンチックな駅でまさに女の子とかがいっぱい押し寄せる街にふさわしいんですが、はい、で今でもあそこは原宿の街に押し掛ける人たちそして反対側には明治神宮や代々木公園があるということでかなりのお客さんをこなしてるんですけれどもあのオリンピックは来るという理事。 あの理由により実は完全に建て替えようというのを今年の、のえっ、ー、の6月か5月ぐらいにです、ね、JR が発表してるんですね。なんで、えー、それも単純にお,お客をそのこなしきれないからというんですが、ご存知の方はご存知なんですが、実は原宿駅には、普段使われてないホームがあるんですね、それは明治神宮側につながっているホームでして、で年末年始の,あの、 いうふうに初詣の時期には実はそのホームは使われていて明治神宮に押しかける人をさばいているんですだからできるはずなんですよな,るほどなのにあのとにかくも近代的な駅にしてあのいわゆるあの最近よくある京城駅舎って言うんですけどそのあのホームの上の方にあのコンコースとかを置いて駅をまたぐような人にして最新の駅にして人を通らせようと。だけれども、うん 原宿の街で話聞くと、ですねやっぱりあの駅がないと原宿に来た気がしないと、<laughs> うん、原宿にあそ,あそこら辺で写真撮って、まずそこから竹下道になり、<laughs> メイジングなり、まあ、いろんなところに出かけていくと、表参道なりと、うそういうあの街のシンボル的な面があるのに、それがオリンピックの時増えるからと、客が。そ,それをこなすためだけに あの大きな駅にするのはおかしいんじゃないけど普段だってちゃんとこなしてるじゃんと<ー> <laughs> 年末年始の書き入れ時だっていう,うという声も結構上がってますね。あの他にアパートの立ち退きなどもあ,、はい、あるんですか。あのこれはにき有名なのは国立競技場新しくできるところの旅行に都営霞が丘アパートというのがまああるんですけれどもおよそ300世帯の方がまあ住んでいたんですがここしかもそのこの300世帯の方のかなりの部分が 1964年に東京オリンピックができたときに、その辺りは木造の長屋の平屋が多くてあの、非常に効率が悪かったので、その辺を整備するときに団地にしましょうということで、元の家を追われて団地に住んだ人たちだったんですね。古いんです。50年ちょっっと経ってるんですね。で その時に移った人たちが、もうさすがに30歳で移って、今、例えば80歳と、もうここで私は一生終えるし、決して悪いところでもなかったら住むのにと思ったところに、急に3年前から立ち退きの話が出たと、これがもう、問答無用というか、うむを言わさず、まともな説明会も全くなく、ですねとりあえず他の都営住宅3つに移ってほしいと。 はい、ところが私の知っているある方は、あのお母さんがもう90歳ぐらいで、お二人で住んでるんですけれども、<え>まあ大きな介護ベッドを入れて介護をしていると、と例えばそのデイサービスに通うのに、もう今まで生き慣れたデイサービスに通いたいとか、えー、その介護ベッドが入れられるぐらいの広さの部屋にしてほしいとか、ところが東京都はそういうのを出してこないんですよね、で自分なりにここの都営住宅も空いてるんじゃないですか。 い,うといやそこはダメなんですみたいな <laughs> よくわからない理由を言われてしまって結局実は今2世帯の方が私も時々会いに行くんですけれども、えー、まだ現在も住んでいらっしゃるんです周りは工場工場事が解体工事が始まっているんですけれどもは、はい、その方は別に出ていきたくないと言ってるわけではないと、うんうん、ただ何でもかんでも向こうからとにかくも早くしてください早くしてくださいと。 で私たちの事情とかそういったものを全然聞かないで、もうしょうがないんです、こういうところに移ってもらうしかしょうがないんですと、向こうの都合ばかりを押し付けてくると。<laughs> それはおかしいということを言って今でも残っている人たちなんですね。様々はさまざまなね、あの問題がそこにはあるということ。はい、えー。今日は TBS ラジオ記者の崎山敏也さんに伺いました。はい、どうもありがとうございました。はいま、たこれからもいろいろそういう問題出てくると思いますので、でね、はい、やりたいあの取材していきたいと思います、はい。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。 えー、さて今日の「報道するラジオ」メインテーマはですね三菱自動車燃費不正の背景と題して自動車業界にお詳しいジャーナリストにお話を聞いてまいりますのでどうか皆さんもご質問やご感想ファックスメールでお寄せください。ファックスは大阪の 90 90 9 0 9 0零0 6 6 8 0 9九9 0 9 0 E メールの場合は「報道するラジオのホう」です HOU mbs mbs でおお待ちしております。 報道するラジオ今週の特集テーマ三菱自動車燃費不正の背景です、えー、軽自動車の不正をきっかけに普通車の不正も発覚しまして結局三菱自動車11の車種のうち10の車種で燃費を不正していたということが分かってきてるんですがなんでこんなことが行われたのか企業の体質としてどうなのか、えー、今日はですね あの、この業界、自動車業界の取材を丹念に続けていらっしゃいます。ジャーナリストの井上久夫さんが来てくださっております。井上さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。いいますえー、そして、あの井上さん、私、車のことを弱いので。特に燃費のこと、あんまりよく分かんないので。いい上田孝之アナウンサーに、ちょっと助っ人に入ってもらいますので。よろしく。よろしくお願いします。助けられるかどうかわかりませんけども。<laughs> 上田さんは、やっぱり燃費というのは、気に。 ししてままますすすかよよ毎、ね、毎度毎度見ますよねその自分が乗っていてあ例えばちょっとこうね長い距離を走るような時があればよくなるし少し街、ねまあ、中を乗ってずっと止まったり、ね、が多いと減るく、ね、かなり気にしてますよね,ね今、うん、あの燃料1リットルあたりどれぐらいの距離走行できるかというか燃費ってどれぐらいの数字が相場って ですか軽自動車だとですね大体<あ>いいガソリン1リットル25キロから30キロぐらいですね、はい、どんどん良くなってますね。うん、で軽以外ですと、まあ、ハイブリッドですともう40キロに 1>,、うん、1リッター40キロに近いという数値になってるんですがああただこれはあくまでも、はい。 カタログ燃費という。やつカタログ燃費。それはもう、カタログに自動車メーカーのカタログに書いている燃費なんです。うん、はい。だ、実、実際に乗るときには、その燃費通りとは限らないです。違うんですか。じゃ、カタログの意味ないじゃないですか。いやそれはですね。これ後でお話し,しますけども、あの、税金。 あのー、今環境税制って言いまして燃費がいいやつに対してはですね自動車に関連する税金が安くなりますのでそのカタログ燃費っていうのは国土交通省が認めた公式的な数値としてそれにのっとって税金が決まってくるわけです。じ,じゃあ実燃費っていうのはですねお客さんが新車を買ってですねじゃあ実際通勤に使ったりレジャーに使ったりするときにえまあその実際その ガソリンをこう、の、使ったら入れますよね。はい、で、実際じゃ、その。えー、三十リットルガソリンを入れて、どれぐらいが走ったかっていうのを見てですね。うん、割っていけばですね、実燃費っていうのが出てですね。実際に、カタログ燃費と実燃費っていうのはですね。かなり、乖離があ。かなり違います。それと同じ車でも。乗り方によって。高速。道路で乗る人、うん、あと、その渋滞の道路で乗る人。によってはですね。うん、もう、その、全然、こう違っ、違。 できます。これあの実際にはどのくらい三菱自動車はその燃費を不正していたのか、どのぐらいのごまかししてたんですか。これは車種によっても違うんですけど、えー、4月に発覚した軽自動車のですね。はい えー、不正ではですね大体、うん、いい平均10%ぐらいではないかと言われて 10, 10, 10ぐらいっていうとまあ単純計算でリッター 30km だとすると、うん、まあ10%だと3 k ロぐらいごまかしてたと、うんうん、本当はは2 7 k ロなのに30って表示をしてたと例えばですよそういうイメージですね上田さんどうですかこういうの自分で走ってて違ってたらいやそれは違うっていう感じ。 ただ正直言ってそのカタログに載ってる数値って夢の数値だったりするんですよね。だいぶ乖離するっていうのはもう消費者も分かってきてるんですね。消費者分かってますよだからみんなあのそれ以外の情報雑誌とかでえ比較記事など出てるのをこう参考にどの車が燃費がいいのかっていうのを調べたりしてますよね。うん、そう消費者のですね投稿情報に基づく、はい ウェブサイトがあってですね。今、それいいですよね。いい燃費っていう、うん、例えば、はい、そういうところにはですね。その実、実燃費はこれだけですと。うん、この車実燃費、これだけです。っていうのが、出てですね。はい、カタログ燃費と、こう比較できるように、うんえー。なってますね。ですから、うん、上田さんが今おっしゃったように。消費者は、カタログと、実燃費には帰りがあるっていうのはですね。わか、分かっている人は、結構いると思いますよ。うん、だけど。 その燃費をこれだけごまかすということは、やはりそれだけその燃費の競争っていうのは厳しい。激しいですね。それがやっぱりその先ほども申しましたように。はい、えー、取得時の税金が安くなったりしますしですね。はいはい、やはりイメージとして。維持コストが安くなるんじゃないかな、うんうん、ガソリンが節約できるんじゃないかなっていう。確かに魅力ですもんね。魅力がこうあるんですね。だからいい燃費のものを買おうということで。うんうん その実燃費とカタログ燃費の実態を返りを知らない人は、うん、カタログ燃費がやっぱりこういいとですねやっぱりそっちの方向にこう走ってしまうことは否定できない、うん、これ燃費をじゃあ,あのカタログ燃費っていうのはまあ公式な数字だっておっしゃいました。と、ええ、いうことは国が認めるってことでしょうある意味。どういうふうに燃費っていうのは出てくるものなんですか燃費ははですね、ええ、これは 自動車車メーカーカが車を開発しますよね、うん、その時に開発の例えばどういうものを開発していくかっていう中でですね、はい、やっぱり燃費っていうのは非常に大きなファクターを占めてるわけです。はい、で例えば目標としてこれは1リッター27キロ走る車を作ろうというふうに、ん、目標が決まるとですね先に目標ね決まるとそれにエンジン <laughs>、はい、それに合わせてエンジンも開発していくし車体重量なんかも開発していきますし<ー>で燃費はですね あのタイヤの摩擦とかですねあの車体の空気抵抗とかも影響してくるわけです。デザインもデザインも影響形も影響してくるわけです自動車メーカーに行くとですね大きな空洞設備を持っててこう風を当ててですねその実際に空気抵抗がどれだけ測るかっていうようなですねかかるかっていうような設備なんかもあるわけですそれで自動車メーカーカが えー、その空気抵抗これだけですとあのん性抵抗これだけですといろいろですね抵抗値をいろんな実験をしてですね自動車メーカーが自分で作ったそ<う>あの車のデータを自分で出すんですかまずはそれを国土交通省に持っていっ持っていくてんだで国土交通省がですね、はい、の、まあ、外郭団体でですね、えー、シャシーダイナモンっていってローラーみたいな上にですね車を乗せてあぐーっと走るんじゃなくて実際に走るんじゃなくて、はい あーのバーチャルバーチャルじゃないですねその,その台の上に乗せて実際走ったと同じような条件でタイヤを回転させるわけです、うん、でも室内ですからそれは空気抵抗もないし、はい、あ空気抵抗も外に比べれば風がないわけですから微妙に変わってくるわけですよね。路、えー、路面も路面もでではないわけですから、うん、ですからじゃあ実際の路面の数値はこれで空気抵抗はこれでっていうことをメーカーが申告した数字を入れるわけです。 でそれにのっとって、ねはあ、カタログ燃費はこれですっていうのがですねこう出てきてだからメーカーが申告した数値をそのまま入力しちゃうんです今の仕組みだと今のその制度だと。だから生前説に生前説の上に成り立つ仕組みなんですね。 全て細かくその国土交通省がチェックしてるとですね行政が肥大化するっていう問題なんかもあるわけですねははたくさんいるわお金説業持たないといけないわ<ー>ということでそれは結局行政肥大化すると税金税金をたくさん無駄遣いしてるんじゃないかっていうような指摘にもつながるので、えー、そういうメーカーを信じてその効率的にこうやってるんですけど、えー、ただアメリカなんかも同じような仕組みなんですけど、うん、後で抜き打ちでチェックがあるんですはそれはないんです あ日本ないんですかないだからこれも誤解を恐れずに申し上げますと、うん、不正あだってチェックする機能がないんですもんね国になかったわけですねだから今回ね、ええ、4月に不正が発覚してでその後もう一回出したデータがあるんでしょ、ええ、あの三菱自動車から、ええええ、それもまたおかしかったんでしょそ,それも不正をやってたという話でですね これは、はあ、制度の欠陥の問題というよりも三菱自動車のこれはもうは、ね、はあ、はあ、一回ねあの偉いことになったらまあもう二度とないかと思ったらそうではなかったと,ったということでこれはもう消費者に与えるイメージの悪さ。 といいいうのは4月の時のはは月時日ではないと思いますねーコーラル3号さんっていうラジオネームの方がくださったんですよ<ー>今回の三菱自動車の再三の虚偽報告は三菱自動車はもちろん社会全ての公表データに疑念を持たせる結果になりましたよってものすすごく責任重いいと思いますといううそれはこの方の僕おっしゃる通りだと思いまして、うん、社会全体っていうのは言い過ぎかもしれないですけど、うん、自動車メーカーがやってることは なんか信用できないっていうイメージを僕は作ってると思いますね。ねえあのー、この。燃費競争っていうのは、ええ、まあ、どういうふうに業界ではなってんですか。例えば、どっかが燃費いいのを出したなんていうことになると、どういう感じで業界は。はね、反応するんですか。かちょっとイタチごっこみたいですね。<laughs> あの、<う>例えばですね、はい、今回のその三菱の問題の原点にはですね、うん、そのか。 過剰というか過激な燃費競争がありまして、うん、三菱がこのじゃ、e、ワゴン EK ワゴン、うん、不正があったね、はい、K ですね、はい、EK ワゴンでリッターあたり二十何キロにしましょうって言ってた時にですね、うん、ライバルのダイハツ工業がですねもっと上回る燃費の車を出してきたわけです<ー>そうすると負けられないぞということで、うん、最初の開発初期段階の計画値をですね どんどん変えていったわけです。え、開発する時の最初に目標があったけど、いやこれじゃダメだって。ダメだ。他社がもっと目標を上げろって<う>途中で変えるんですか。でもそれはですね、かんかん口で言うのは簡単なんですけど、ーメルスの方が簡単ですね。それはどういうことかって言いますと、さっき言いましたように燃費はですね、ただ エンジンの性能を良くするっていうだけじゃなくて車体重量を軽くしたりですね空気抵抗を少なくしたりいろいろ車全体の設計に関わってくるところなのでということは車の開発あらゆる分野にかかってくるわけですよだから上層部がですねもっと燃費を良くしろって言っても単純にできる問題じゃないんですで。しかも三菱の場合はですね 短い期間の間に、はい、確か4回か5回燃費を情報修正してるんですよそれは他社のメーカーのエンジニアの方に聞くとですね、はい、とてもうちじゃそれはできませんと 不正やれって言ってるようなもんですっていうことを私の取材に答えたエンジニアもいましたね、はあ、現場にとったらもう無茶なことをそれは上から言いたい放題やがなっていう気分になるわけですよね。やっぱりそれはね燃費はやっぱり消費者が買う時の一つの大きなファクターにはなるので税金が安くなるあとイメージがいいっていうことでですね,うですねえこう開発競争に走ってるんですけどただ、うん、冷静な消費者には、はい、じゃあその実燃費はカタログで言ってるほど、うん。うん くないんだからそんなカタログ燃費をですねちょっといいからって買って何の意味があるのって見てる人もいるんですね例えばですね一つ例を挙げますと日本のエコカーを代表する車ではトヨタのプリウスってありますよねハイブリッドあれはですね日本ではカタログ燃費は40.8キロと表示されるんですけど実はアメリカではですね22.8キロとしか表示したらいけないんです。 えー、半分とは言いませんけど半分に近,近いですねそれはですねアメリカの場合はカタログ燃費と実燃費は乖離していることがも,もう100も承知のことなので、はいえー、アメリカのです、ね、規制当局はカタログ燃費をそのまま書いちゃいけないっていうアメリカの規制があるわけです。 だからプリウスアメリカでも売ってますけど<ー>アメリカではカタログ燃費は22.8と書かないといけないわけです。もうまさに今このお話をですね<ー>ちょっと先んじてリスナーの方が送ってくださいました「プリウスのカタログの値はアメリカと日本では天と地の差があるらしいですよ」ってこの話なんだよくご存知ですね。ここののの方ははは多分業界人人でででですす、ね、ただだれ一般の人はですねなななかかなか気づかないアメリカではで日本だとよ 四十点八っていうのはですね、うん、取材してる人か業界の人です。これただ多分だ多分業界関係者だと見ていいと思います。<laughs> この方は昔からカタログの値から二割から三割引いた数字が実測値と言われてますよ、うん。そうです。とも教えて。それはそうです。それはその通りです。 あそうあの上田さんはそれこそあの今、話に出てた EK ワゴンが発売された時のことなんか覚えてますいやあのまずデータ見てびっくりしてあこんな燃費いいんだと思ったのとあと、人気でしたよね、発売前ね。で、なんか納車が遅れるっていう話をちょっと聞いても大人気でみたいな23か月とか言ってましたかね、なんかそれぐらいみんなあの人気の車種になりましたよね、あの時にねコマーシャルにもですね人気の女優さんを使ってですね あのそれで僕らも記者会見の時にあのそあのその女優見たさに行きたいなとかっていうのがあってですね結構売れたんですよなのにもっといい燃費のところをほかに出されたらそれはえらいことになるっていうそういうことで,でもっとよくしろよくしろっていうのをこう言って<ー>だからどっかの電気メーカーの不祥事と似てますよね<ー>もっと業績上げろ上げろっつって、うん、結局上げるネタがないから粉飾をやってしまったっていうのと。 ちょっと似てますね構造が。そうですね。だけどこれはやっぱりこの三菱自動車だけのことなのかどうなのかっていうところも気になりますよね。他のメーカーもってことですね。ええー、どどうなのかって。うん、これはですね、えー、私実はこの問題が起きたときに複数の三菱以外のエンジニアの方にも、はい、取材をしたんですけど、えー、えー、まあ率直に申し上げて、えー、かつてはやってたと。 似たようなことをやってましたけどもこの10年ぐらいの間コンプライアンスが厳しくなったということでしかも一方で不正は隠しきれない時代になった内部告発などもあるとということでこんなことをやっていたら高い付けを払わないといけなくなるとだからこういうことはやめようっていう雰囲気がこの10年ぐらいだいぶ変わってきたと。 そのままになってしまったのがその企業体質というのを取材なさってていかがですかです、ね、それともう一つですね、はい、このコンプライアンスが厳しくなってきたというのとですね自動車メーカーというのはこういう燃費のデータをその機械や実験装置を使って測定するんですよ、はい、そうすると機械古くなるでしょ、はい、最新の機械を入れていくときに今までの測定方法が えー、法律に準拠してたかどうかとかっていうのを点検するわけですね機械を更新するときに実験の手法がいいのかどうかっていうのを確認してたんですけど、えー、三菱さんの場合はですね、うんえー、2000年にリコール隠しがあった後、うん、業績がどんどん悪くなってですね、はい、基本的に開発投資があまりかけられない企業になってきたわけですねだからこう実験設備もほとんど更新してないというふうに見られてましてだからその点検の仕様がまずなかったと あとですねこれは今溝さんがおっしゃったように、うん、企業体質、うん、2000年にもリコール隠しやった2004年にもリコール隠しをやったということで、はい、経営が傾いて、うん、2005年から今の新体制にななったわけなんですそれでさすがに会社が潰れる寸前までいったわけですから、はい、不,不正を働いたあの時も消費者は欺いたわけですから、うん、今回は。 さすがにその時に懲りてるだろうと思ったら実はまた同じことをやってたという話なんです,ねそこですよねだからその三菱自動車の企業体質の問題っていうのはやっぱ大きく影響してると思いますね。何がそうさせたんですか 三菱自動車ですかえどうして改めて経営刷新するって2005年以降特に言ってたにもかかわらずうまく改革進まなかったっていうのはどういうその三菱自動車の特徴っていうのはそれはですねこう話せば長くなるんですけど三菱自動車っていうのはですね非常に伝統ある会社でして三菱重工というですね戦前 ゼロ戦や戦艦武蔵を作ってた戦艦武蔵ゼロ戦や、えー、日本の製造業の横綱だったわけです<様>戦後もですよねよく言われましたよねでで今でも船や飛行機を作ってる会社、えーはい、そこの自動車部門が分離独立してできた会社で三菱重工に入った人たちが自動車に移ったわけです言ったら三菱重工が生みの親みたいな<の>存在なんですね,です,ねですから その過去の栄光にいつまでもすがってる人たちがいてですね2000年2004年の時にはですね「うちはゼロ戦作った会社なんだからうちの技術力が低いわけない」とか「トヨタに比べて最近負けているのは運が悪いわけだ」とかですね現実を直視できない人たちが多いわけです。 三菱重工あるいは戦前戦中の,そ,のそういなものを引きずってる人がまだいらしたんださすがにですねもう2005年以降はそういう人たちも定年しましたし役員も責任取って辞めて、うん、今のマ益サムさんが社長になって、はい、今会長になりましたけど、うん、こう改革 したんですけども、今回の燃費ステは開発部門でしょ。開発部門が舞台となっているわけです。で、開発部門はですね、愛知県の岡崎市にあるんですね。それで、え、本社は東京。本社は東京なんですけど、開発部門は岡崎にあって距離があるんですよ。それとですね、そのリコール革新の時にもやっぱり開発部門が少し関わってたと。ですね、開発部門が福馬電。 とししてててですね福間伝って言葉ななんか懐か懐い昔のあれですよね外務省に対して福間殿って言った大臣がいましたね,でね中で何が行われているのかわか,からないという意味でそれで益子さんは経営改革をしたんですよしたんですけど、うん、その開発部門があまり言うこと聞かないのであそこは福間殿だっていうことで少しこう投げてたんですねなんでそんなその開発部門は言うこと聞かないっていうふうにやっぱりそのイドが高い人がいるわけです だって今回の取材でもですね最近辞めた OB の方にちょっと話を聞くと、はい、最初に言ったらこんなのどこでもやってることじゃないのなんで三菱だけが言われるのっていうふうに言いましたよ。そうで,す、えー、でうちだけが何か悪いことしてるわけがないという,です、ね、そ,うそういう思いがあるんですね。うん、でもそういう思いはあったとしてもこれだけ問題になってるわけだからそれはちょっと封印しますよね。うん、ついいそうううのがこう うん、やっぱりこう言葉から出てくるて、ね、っていうのはやっぱりちょっと企業風土,風土としていかがなものかなとうんだけどそれこそ名門でね名門ですよ三菱重工から出てきてる、えーえー、だからこそまあ何て言うの余力があっていいものが作れるっていう方向にも行こうと思ったらいけたいようにも思うじゃないですか。 いわゆる消費者向けの商品じゃないでしょいわゆる B2D と言われているものでしてで自動車はある意味その大衆向け<ー> B2C の代表格の商品ですけどコンシューマュー,マーマ顔合わせる消費者の顔を見て作らなきゃいけないのが <laughs> 自動車ですよねいわゆる消費者の消費者を尊重しないといけないわけですよねはいで。でもそういう文化が三菱自動車にはないっていうことが言われてたわけですよね ややはりユーザーザ目線ってやつですかそうですすかそうね顧客目線が少し他社に比べると欠けてるかなっていう部分は私は取材をしてて感じましただからそれが、はい、うちはゼロ戦作ってた会社なんだとかですねそのうちは名門企業なんだからっていうようなですねとかトヨタに負けてるのは運が悪いからだっていうような発言にですねつながるんだと思うんですねそれともう一つですね <laughs> 三菱財閥っていうのが今でもこうあってですね三菱重自動車っていうのはですね 三菱重工、三菱商事、三菱東京 UFJ 銀行、この三社がですね、はい、大株主なんです。<ー>株式の三分の一以上、日産が日産との資本提携が決まるまでは、はい、この三社が三分の一以上持っていて、<ー>事実上の経験を持ってたわけです。えー、この三社、この三社はこう非常に立派な会社ですから、うん、その会社が支援してくれている間はですね、うん、潰れないと。そらそうだわうそのいう こうなんていうんですか危機感のなさ、うん、甘えですね甘えがあってですね、うん、何かあれば商事が助けてくれる銀行が助けてくれる、うん、重厚が手を差し伸べてくれるという甘えがあってですね、うんうん、ここにやっぱり僕危機感がですね組織の中に醸成されてなかったのではないかなという,ふうに私は取材をしてて感じますねこれまでにもねいやこういうことが行われてるんだということに対して危機感を持ってこう指摘した人は いなかったんですかね指摘した人はですね、ええ、中にはあいますよあの例えば、はい、今回 EK ワゴンの不正なんかはですね、ええうん、実験で不正やったわけでしょ実験を別会社子会社に三菱エンジニアリングというか子会社に投げてたわけですよ子会社投げてて、ええ、こういう大事な実験を子会社に投げていいのということを問題提起した人もいるんですけど給料が安い子会社でやらした方が、うん ココスストトが下が下るででしょとコストですかだからある意味そのこれも2000年2004年のリコール隠しの問題につながるんですけど、はい、あの時を契機にどんどん三菱の業績は下がって研究開発費をかけけられなくなくったわけですよね、はい、コストを下げられなくなったから子会社コストの安い子会社に投げたと。 いうことで三菱本体が本来責任を持ってやるべきことをやれなかったっていう部分はあると思いますね。うん、あの研究開発っていうのはまあお金がかかる部門ではありますよね。うん、かかります、ね、そこを経営者がどう取れるかってあるでしょうね。それはですねメーカーで物を作ってて、はいうん、その物を作るためのその。 ものを作るためにはですねお金はこうかかるわけですからいいものを作ってやっぱ後で回収しようという考えがですね、うん、これは真っ当な考えなんだと思うんですね、はい、で今はそういう発想が少しかける三菱だけじゃなくてですね、えー、コストをとりあえず下げて作って後で大量リコールっていうようなことがやっぱりこう自動車業界でも増えてきましたねそれはやっぱりコストを削りすぎなんです なるほどなだけど、こうしたものを、ねえー、ラジオネーム羊さんという方は言ってらっしゃるんですけど燃費の改ざんをした三菱自動車はもちろんですが国の検査機関も責任を問われて当然だと私は考えますけどいかかがですかってくださいそれはこのリスナーの方のご指摘されていると通りだと思いまして、えー、私はですね、えー、これ国土交通省も同じ穴の無じななんじゃないかと。 うん国土交通省のこの制度自体に私は大きな欠陥があって三菱の問題が起きた後国土交通大臣はですね、はい、三菱けしからんみたいなことを言って被害者面してましたけど、えー、それはあなたの役所にも責任があるんじゃないですかというふうに私はこう感じてまして先ほども少し触れましたが、はい、えこれメーカーの性善説の上に成り立っている仕組みですから。<laughs> 元に なるるデーーータは全部メーカーがで国にあげるだけですねそれは行政の肥大化を防ぐっていう意味もあるんですけども、はいうん、まあこう性善説の上に成り立ってるわけですから、うん、やはりですねこれは抜き打ちで検査をしてですね抜き打ち検査をしてもし問題があれば非常に、えー、厳しいペナルティを課しますよっていうことにしておけば、はい、この制度が私生きた。 仕組みに僕なるのではないかなと思うんですけど、えー、それだったらものすごく行政の肥大化にもつながらないでやれるとやれるやり方なんじゃないかなっていや,、ね、やれますよねや,るやれるんだと思うそういうことに今向かおうというふうに国の行政の施策ってこの回のことで変わろうっていう気分はあります,す、ね、今回の水道の問題を受けてこれまでのその <laughs>、うんえー、国土交通省のカタログ燃費の出し方を変えるっていうような ことととをを検討するという検討討すすするるいいう会が検討ですねできてて思います有識者を集めただですねこれは日本の自動車メーカーのエンジニアが言うんですけど、うん、国土交通省の中にですねアメリカのこういう規制当局に比べてですね、うん、技術のことが分かる公務員がいないこれは僕はあるメーカーのエンジニア幹部の方が言ってたんですけどアメリカはですね、はあ、いわゆる エンジンジ工学の博士号を持ってるような人たちが規制当局にいて、えーえー、そのエンジンデータ一つ取ってもかなり突っ込んだことを役所が聞いてくると、はいね、でもですね日本の国土交通省には残念ながらそういう人はいないと、うん、これはうちは騙しじはないけど、うん、やろうと思えばいくらでも騙せると。 メーカーにはだってそういう工学のすごい人たちがいっぱいいてやってるんですよね自動車メーカーの特にエンジンを開発したりです,、ねうん、するいわゆる開発部門は、まあ今花形ですから、うん、その一流大学の工学部の修士出た人とかですね、うん、中には博士号を持ったような方も いてですね、えー、そういう人たちが日野研究に励んでるわけですね。うん、だ、それと。その人たちと同等のレベルで、会話できる人がアメリカの規制当局にはいるっていうふうに言われてるわけですね。そこれが違いますよね。そねの行政。そして、あのー、先ほど税金のこともおっしゃってましたよね。この燃費の問題は税金にもつながる。そ、ええ、れがね、詳しく言うと、どういう,う、ねあ。これはですね、はい、カタログ燃費がいいと、うん、今、そのエコカー減税なんかで。えー 自動車税や自自動動車車取得税税税をです、ね、安くなるわけですあーそう減っていうのは買った人が負担するものですから、はい、だから実燃費と乖離してるっていうことは知っててもカタログ燃費がいいと税負担が少ないので <laughs> それをこう買ってしまうわけですね。はい、でということはどういう三菱がやったことは消費者を騙したということにもはい。はい で、ね、その大きい罪なんですけど、<え>実はこれ税金をごまかしたってことにもなるわけですよね。ということは買ったユーザーだけじゃなくて<で>国民全体税金を納めてる人間全体にかかってくる話なんです,、ねで,すね、ですね。だから本来これだけの税金が国庫に入るはずだったのが、はあ、それが入らなかった。え、今回どれぐらい？例えば8月の30日に発覚したその2回目の燃費データ不正でですね、これ高市総務大臣が記者会見で言ってるんですけど。うん 自動車取得税で約5億円で自動車税で2億円計7億円分、えー、三菱さんのこの不正によってあの入ってくる額が減ってると。ということでこれは総務省は三菱自動車にこれは肩代わり肩三菱自動車に払わせますよまユーザーザじゃなくてーー本来は税金はユーザーが払うものなんですけれどこれはユーザーはある意味三菱自動車の。 にまあ騙されて買ったわけですからこれはユーザーが負担するものではないということでこれ三菱自動車側もこの税金部分は自分たちが払うということは表明してますね,あのねこうやってお話聞いてきますとねまあ燃費も大切なものだってよく分かりますがまあ命に直接はまあまあ関係なないかなとだけど、車そのものは本当に命を預けるものですよね。 それにな何か他の部門でもね他のまの、あ、項目でも何か不正があったらどうしようっていうこの不安をいいやそれは鋭いご指摘でして実は私がこの問題4月に発覚して取材をしていろいろなところに記事を書くとですね、はいうん、あるメーカーのエンジニアから接触がありまして、はい、その方に会ったらですね実はですね今流行りの自動ブレーキでも。自動ブレーキって あの例えばなんか急に物が出てきたり人が出てきたりしたら止まるってやつですねあ,、はい、あれをですねみんなメーカー今開発競ってるんですけど、えー、あれでも不正が行われてるっていう指摘がありまして国交省の試験の時に、はい、要はあの試験の時だけに聞くソフトウェアをですね使ってるっていうですねこう 指摘、まあ、ちょっと内部告発的に指摘をされたエンジニアの方もいましたこれ自動ブレーキでもしも不正が行われていたら命,命そのものにかかりますよね。そうですかあのラジオネーム銀太さんという方もですね、ええあの「当たり前のことがちゃんと行われていないんですよね」ええと「車は人の命を乗せてるものだ」っていうのにそんな当たり前のことが忘れられてしまうのが 怖いいですよ怖いですとくださいましたあの今日上田さんも一緒に話を聞いてくれましたが、はい、こう上田さんもね車に乗る人間の一人として最後にこうこういうことが出てくると、まあ、大手だからということになってこないと思うんですよね新しい車のメーカーも出てきてますし電気自動車とかも出てきてますしどういう基準でこうそういうところを 車を今度買うときに選んでいけばいいのかと本当どう考えたらいいですか目で見ていけばいいのかっていうのはどうなんですかそれはですね難しいんですけど私はですね安易に値引きをしない車がいいんじゃないかなと思ってましてびっくりするぐらい値引きしてる車ってありますよこれはですね<ぁ>これはもう三菱自動車の今回の問題が起きて、えー、値引きをしないと売れないような状況になってますよねは,<ぁ>はいで 結局です、ね、本当に自分のところの技術やです、ね、商品に自信があればです、ね、これだけコストがかかってるこれだけうちうち僕らはこうかかお金がかかってるのでこういう価格なんですっていうことをです、ねうん、ディーラーの営業マンが技術がどこと違うのか。 何が違うのかっていうのをしっかり消費者に説明してで実際に載せてみてここはどう違うんだっていうことでだからうちはこれだけ価値があるんですよということをしっかりっ説明できる僕ディーラーで買えばですね間違いが ないんじゃないかなというふうに思います。お客さん目線が徹底しているそうです、ね、っていうことですね。お客さん目線が徹底ですね。ねそのなんか私たちが会う人に徹底されてたら、またその人たちのずっとラインいろんなねラインも横でやっぱりつながっていくって考えたらいいんですかね。そうですね。お客さんそうそうですね。えー、それそれとお客様目線で言うとですね。あ,<ー>あの例えばその商品の独自性を、うんうん その強調すするメーカーカといいいいうのがいいと思いますね例えばカタログ燃費にみんな走ってるじゃないですか、はい、でうちはカタログ燃費は大事にはするけども、うん、そこだけじゃないですと、うん、例えば長時間乗って疲れない車を作りますとかですね、うん、あの例えばペタルの位置をですね人間工学的に設計しますとかですね、うん、そういうい他社とは違う それをどれだけ言えるリラーかって、うん、そういうところで買うと間違いはないんじゃないかなと思います、ね、なるほど今日はジャーナリストの井上久夫さ,さんに伺いましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございま,ざいます報道するラジオ今日のニュースです上田さんお願いしますはい。まず台風10号の豪雨被害を受けた岩手県岩泉町で休校していた小中学校と高校が今日授業を再開し台風による臨時休校が町全体で解消されました 今日授業が再開されたのは岩泉町の町立悪化小中学校と県立岩泉高校です児童と生徒合わせて18人が通う悪化小中学校は水害や土砂災害で通学路が崩れるなどして峠港の際に危険なため先月30日から休校していました一部の通学路は危険があるため学校は回り道をするなどの安全策を取ることにしています ところで台風10号で被害を受けた岩泉町を視察した内閣府の無体政務官が水たまりを職員に恩部されて渡っていたことについて与野党から批判が相次いでいます無体政務官は今月1日政府調査団の団長として台風10号で被災した岩手県岩泉町を視察した時に長靴を持参しなかったことから現場の水たまりを職員に恩部されて渡りました これについて公明党の山口代表は政府の行く側が迷惑をかけるようなことはすべきではないと述べて民進党の安住国対委員長は災害地に革靴を履いていく愚かな議員は本来いないなどと批判しました菅官房長官は無隊政務官に対し緊張感を持って引き続き職務にあたるよう指示しました。はい、次です アメリカ大統領選挙の民主党の候補であるヒラリー・クリントン氏が肺炎と診断されたとアメリカのメディアが11日伝えましたこの日、クリントン氏はニューヨークで開かれたアメリカ同時多発テロ15年の追悼式典に参列しましたが不調を訴え途中で退席しましたテレビ映像にはクリントン氏が車に乗り込むときにふらつきスタッフに支えられる姿が映っていましたクリントント氏の主治医によりますと クリントン氏は2日前の9日に肺炎と診断されていました主治医は順調に回復しているとした上で休息するように進言したということです大統領選挙の投票を11月に控えまして今後の選挙戦への影響が懸念されますがクリントン氏は娘のチェルシーさんの家で休息した後に姿を見せて気分はとてもいいというふうに話しました 一方で共和党の候補であるトランプ氏はこれまでクリントン氏の健康問題を取り上げて批判していて今後の攻撃材料にする可能性があります。今日のゲストジャーナリストの井上さんはですね、先日までアメリカに取材でいってらっしゃったそうで,そうですね。ね。大統領選、あっちではどんな空気でした日本でですね、はい、報道されてるほど、えー、とトランプ に対してての批判はそれほど感じなくて<ー>、えー、タクシーなんか乗っててもですね、えーえー、俺はトランプを支持してるんだっていう、うん、ちょっと聞いてみたらですねそういう方が結構いて<ー>現地の駐在員の方に聞いてもですねトランプさんっていうのはそれほど悪くないよということで<ー>クリントンさんと逆行した勝負をするんじゃないかとだから今回のクリントンさんのこの肺炎病気っていうのはですね<ー>大統領選に大きな影響をです、ね、私はイメージが あイメージ悪化っていう点で,です、ね、与えるんじゃなないかなと、えー、で特に今回大統領選はですねアンチ・ワシントンアンチ・ウォール・ストリートっていう感じがあるわけですね。うん、でクリントンさんはあんあのワシントンの代表ワシントンそのものみたいな人ですから<ー>さらにちょっとイメージがこう悪くなるのかなと。<ー>でトランプさんはですねトランプさんに会った日本のある財界人によりますと、うん、非常に落としどころを心得てる人らしいんです。だからあ,いうあえてちょっと こうバカらしいふりをしてるけども、つかみどころが非常にいいので、むしろ日本としてはトランプさんの方がやりやすいんじゃないかと。で、歴史的に見ても共和党政権と日本というのは相性がいいので、トランプさんが勝った方がえ日本の政治経済にとってはよりいいのではないかと見てる財界人もいますね。そういう見方もあるんです。ええ、そういう見方もありますね。日本で報道されているほど、トランプさんはちょっとこう過激では。 ない,いないというイメージがアメリカではありましたねはい。次です北朝鮮の北東部で記録的な豪雨により住宅や工場農地などが被害を受けています朝鮮中央通信が十一日に伝えたところによりますと北東部のハムギョン北道一帯を記録的な豪雨が襲い数万棟の家屋や建物のほか鉄道工場農地が洪水によって浸水したり壊れたりする被害を受けました 国連人道問題調整事務所は133人が死亡し395人が行方不明になっていると明らかにしていますこの豪雨岩手県や北海道に大きな被害をもたらした台風10号の影響とみられていて少なくとも14万人が緊急援助を必要としうち10万人以上が住む場所を失ったとみられています こうした中北朝鮮は先週5回目の核実験を実施しましたが12日の韓国の聯合ニュースによりますと北東部のプンゲリにある核実験場で新たな実験の準備が整ったということでアメリカ政府と韓国政府が北朝鮮の動きを中止しています。 次に法務大臣の諮問機関である法制審議会は性犯罪の罰則を強化する刑法改正要項の骨子を金田法務大臣に答申しました要項では強姦や強制わいせつなどを被害者の告訴がなくても検察官の判断で起訴できる非申告罪としました申告罪の場合犯罪者を処罰するかどうかの判断が被害者に委ねられているため負担が重いと指摘されていました。 また、強間罪の法定刑の加減を懲役3年から5年に引き上げ、強間致死傷罪も加減を懲役5年から6年に引き上げます。法務省は来年の通常国会への刑法改正案の提出を目指します。5月に三重県で開かれた伊勢島サミットの関連会合となる G7 の保険担当閣僚,僚による会合が神戸市で開かれ、世界的に高齢化が課題となっていることを踏まえて、 認知症対策などに取り組むとした神戸宣言を採択しました採択された神戸宣言は認知症の人が地域とつながりそれを享受できるための活動を支援すると強調したほか治療先の開発を加速するような研究を奨励すると明記しました会合には G7 のほかにラオスやミャンマー、シンガポール、タイの閣僚も参加しこれらの国は日本の介護保険制度のような公的制度の導入に強い関心を示しました G7 の保険担当閣僚の会合は2日間の日程を終えて閉幕しましたおしまいに大阪府大東市の不立消防学校で在校生の半数を超える142人が発熱や喉の痛みなどの体調不良を訴えていることが分かりました142人中78人が今日学校を欠席し登校した学生のうち64人も同様の症状が出たと話しているということです 症状が出た学生は18歳から31歳で喉の痛みなどを引き起こす細菌溶連菌の陽性反応が出た人もいるということです今のところハシカと診断された学生はいませんが府は当面休校にすることを決めましたニュースは以上です 報道するラジオ今日はジャーナリストの井上久夫さんにご一緒していただきました井上さんあのリスナーの方からいろいろご意見をいただきました、はい、えー、ま今日は自動車の話伺いましたけどもラジオネーム井原サイモンさんって方はですね三菱自動車といい東芝といい経営者のモラルが薄れているんじゃないんですかと くださいましたあるいは姫のババパパさんっていう方はですね食肉詐欺あるいは産地偽装大三菱をまたかでなんか正直さが評判だった日本の企業がここまで堕落したんでしょうかねと。 そうですねこれは<ー>あの、まあ、堕落したのかといえば堕落したんだと思います正直さがね良かった日本の企業とおっしゃってますがこれはですね<ー>、えー、本質的な理由を言うと自分の在任期間さえ 業績が良ければいいと考えるようになった経営者が増えたことなんですね。だから短期間の業績だけ良け,<ー>良ければいいということでですね、うんえー、無理なコスト削減をし無理な人員削減をし、うん、従業員がどんどんモラルダウンをしていくというこう負、うん、のスパイラル、うん、それとですねやっぱりこう秘書経験者がいなくなる忖度できるだからそういうトップの無謀な指示を、ね、止める人がいない井上久保さんでしたありがとうございました <laughs>